そう、俺すげえ。ビデオ。ビデオです。え？ビデオです。すげえな。大きい。いいな。誰が演技しよう。今日天気付け最高です。誰が演技しよう。うわ、クズキュームうまい。目は、おめえよ、渡辺淳が。クズキュームうまいし。あ、こっちくらいがやめようかな。ずっと行かねばでも。あ、そのそこだよ、きっと。そこだよ、他の家のに。うん、そうです。ああ、そこ。そこ行って、こう行く。顔近いの、いいなぁ。こっち胸でしますね。うん。うん。カメラこっちだ。うん。どうせ俺あれだから。おぉ。そういうことだね。え、まあまあいいけどさ。そういうな。で、うずいだと思って。反対じゃないですか。いや、ずっともさ、うずいたいんですか。うん。でもそんなもんじゃないですか。うん。おぉ、いいね。あ、でも熱い。今日暑くなりそうだな。暑くない、もう11時ですよ。11時やん。うん、早いな。11時半ぐらいか。10時半、10時20分。近くがいいな。最高です。続けるといい。やべ、結構遠い。自然に。やべ、ここずっと行って、あっちでしょ。うん、ああ、やべ、結構遠い。ただ。それもたまに歩きたいなんで、いいです。わあ。これ結構疲れない。やっぱあれ持ってくればよかった。あ？もう缶、棒持ってくればよかった。ああ、こうやってやるやつだ。自分で自分取れるじゃないですか。ああ、テレビで実写の見たこと、実写の見たことある。ああ、棒っつうか。棒、竹踏みやるやつだ。ああ、それは持ってないです。ワンちゃんが吹いてます。ワンちゃん吹いてます。大丈夫ですよ、ワンちゃん。大丈夫ですよ、ワンちゃん。ワンちゃん大丈夫よ、頑張って。おー、結構距離はありますね。何言ってんの？うん。三沢ですか？三沢はもう何年も来てないですね。そうか。うん。すごいね。あ、やっと、車の進路で出ました。あ、無事攻め。やべだ。まあ歩いていってます。本に向かって。本に向かって歩いてます。結構車出てきました。車出てきたというか、こっちも車ですもんね。動画撮ったりしない。もう少しであと30メートルぐらいで門が見えてきます。門が見えてきました。
多分声入ってないよ、声ちっちゃくて。声入ってないですか。まあ、ちょっと大きい声で入ってます。あまり人生とかで大きい声で、うん、あんまりダサいです。僕のこれ、動画撮りながらその場で写真撮れるんで、うん、やればいい、うん、聞いてる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 動画撮りながらそのまま写真撮れるんで、うん、やっと慈悲神社の入り口に来ました。うん、お入り口に来ました。入り口に来ました。こんな感じです。お慈悲神社と読むそうです。まあ早速石段を登っていきたいと思います。早速で早速来たじゃないですか。行ってきます。ちょっと待って、止まって、よしよ、はい、結構すごい神社、大きいです。レポーター見てこと喋ってもらえんの、ええ、なんだろう、近づいてこないで、喋って聞かれないから顔出なくなっちゃいます、ええ、別に僕は嫌いだからとかで離れてるわけじゃないんで。石畳っていうんですか、んこれ石の階段で、おやっと神社が見えてきました。先来たぶんな、大きい、これ石畳っていうじゃないの、これ階段じゃないの、階段、今のも間違えました、階段登って今石、これ石畳でしょ、石畳、これは本当に石畳だと、おおすげえ、さっきのバイクは、んあ、いなくなりました。さっきも。ハドはもういいね。もう。おお、来ました。そこまで、どこまで撮ればいいの、そこまで。うん。さあ、行って、あの、前ぐらいまで。行きます。ヘイ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 。よし。2回も言えば分かんないよ。わあ、すごい神社です。わあ、ああ、